立浪和義監督は二遊間を固めることを最重要課題としてきた。そんな中、深刻な遅れが生じているのが正捕手の存在である。開幕戦から2試合は木下拓也がスタメンマスク、しかし3試合目には宇佐美慎吾が先発。ここまで111試合を終えたところで、スタメンマスクの出場数を見てみると、最も多いのが木下で48試合、次いで加藤32試合、宇佐美24試合、そして5月に1軍に昇格した石橋康太の7試合となっている。次世代の正捕手候補、石橋もすでに6年目を迎えた。しかし現在は1軍登録を抹消されて2軍で調整中である。一体ドラゴンズは将来の正捕手を誰に託すのだろうか。木下、宇佐美、加藤の3人は年齢的にも未来がないのに、なんで石橋を使わんのか不思議でしゃあない。個人的には将来性の石橋かバランスタイプの宇佐美を使ってほしい。捕手は研究とか投資とのコミュニケーションとかやることが多いから、他のポジションよりも我慢や経験が必要なんだよな。木下は2021年がピークやった。それ以降は守備も打撃も下降していってる。今年は育成じゃなく勝負の年でベテラン優先されてるけど、現時点の成績を見ても早いタイミングで若手に移行しなきゃダメ。谷繁みたいのが FA でもトレードでも獲得できればいいが、かなりハードル高いからな。日ハムはアリエルと郡司と伏見とってタミヤの台頭、中日は宇佐美のみで捕手の即戦力だけでもこんなに差が出てる。もう CS 出場すら厳しい現状よ。もう腹くくって石橋を筆頭に宮、山浅も使ってくれ。新監督に引き継ぎやすいように若手育成にシフトしてくれ。普通に考えたら石橋一択のはず。それでも監督は固くなに木下か加藤しか使わんからこんなことになってるのよ。まず基本として野球はセンターライン。広いなごど本拠地ならなおのことセンターラインは固定せなあかんよ。立浪はこの3年間、ちゃんとチーム作り的観点で采配をしてたんか疑問。井端に期待するしかない。簡単に育たんからこそ捕手は若手の抜擢が必要なのにな。石橋を育てながら使う卓を早く取ってくれや。